先日、樋口優香さんが自身のラジオ番組でムーンかな IT 革命の二人のコメントが芸人みたいで面白かった、完成されてる感じがするとおっしゃっていました。私はイベントには行けなかったので、お二人がどんな面白コメントをしたのか気になります。覚えている範囲でいいので教えていただければ幸いです。これあれですね、あの A&G オルサーズね、あの我々が出した動画コメントに関しての井口のコメント。はあ、はあ、うん、まあ、褒めてくれているってこと、うん。面白かった。そうだよね、面白かった。多分、うん、これ芸人、コメントが芸人みたいで面白かったっていうのは多分、はあ、我々の掛け合いが、あまりにもこうスムーズで息が合いすぎてて、テンポが良くてね。そうなんです。こ、う、れ、ん、ね、もうリハもほぼなく、一発撮りというか、そうですね。台本もなかったので、もう好きに喋ってください、1分ぐらいでって言われて、うんうん、もうなんか楽しく喋っただけだよね。いや、本当はね、もっと喋っていたかったんですけどね。やっぱりね、現場にいる皆様がご覧になるということだったので、やはり短く、この番組がどんな、内容なのか、さらっとお伝えするっていう感じでしたもんね。そうなんです。本当はね、さらっとじゃあお伝えしきれないんですけれどもな。そこをまあ、コンパクトに。でもね、それで面白かったっていうのが伝わったならよかったよね。よかった。ありがとうございます。さあ、続きまして、オールスターエクスカリバーネーム。オールスターエクスカリバーネームか。スターブライトインフォーメーションくんからいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。マリーナ、シモーヌ、こんばんは、今。こんばんは、新しい人出てきたね。先日の A&G オールスター2014に参加して、この番組の宣伝映像を見ました。見てくれたんだ、嬉しいな。すると、清く正しく元気よく、IT のことを学んでいる、と。新規リスナーを獲得するために、嘘のようなことを言っていましたよね。あれは台本通りだったんでしょうか。はいはい、オールスターエクスカリバーネーム。あ、スタブラはオールスターに行ったんだね。行ったんですね。あ、そうですか。嘘のようなことを言って、いや、待って、清く正しく IT のことを学んでいる。元気を、いつもね、なんでしょう、こう、我々としては、非常にこう、誠心誠意、こう、まっすぐな気持ちで、この、IT 革命、これ番組の名前だもんね。そうです。これについて、お伝えしている。そうです。番組。IT のことを、この番組のことを学んでいると。そうです。そういうこと。なんか嘘言ったかなんか心外ですね。嘘とか言われるとね。証拠があんのか、そもそも。そうだよ。確かに。お前ら一字一句ちゃんと聞いたのかあのコメント。心の中に変なフィルターがかかってるってことよくありますよね。そうなの、ね。なんか勝手にさ、なんか頭の中でね、脳内解釈して、そういうのね、よくないよ。そう。我々はこういうこと言うんだろうな、言ってんだろうなって、そういう目で見るから。そう。そう聞こえるだけ。そう。この番組のね、90% は皆さんの妄想でできてますからね。オールスターのエクスカリバーネーム、はい、アストさんからいただきました。ありがとうございます。エクスカリバーネームだから何なんだよこれ。マリーナ様こんばんは。バイバイ。先日の A&G オールスターで IT 革命のビデオメッセージが流れましたよ。そうなんです。嘘に満たされていましたね。嘘に満たされていましたね。またパンフレットでは次回の A&G オールスターでどんなコラボがしたいですかという質問で、三ヶ越がIT 革命と答えていましたよ。どうしますか？なるほど。ミカコシはね、あれなんですよ。もう虫のようにね、火に入ってくるんですよ。あー、なるほどね。あいつら、あ、眩しいところにね。本当に。熱い眩しいところに飛び込んできちゃう。あんなにやめとけって言ったのにね。あー、なるほどね。あれだ、よくね、電柱とかにバンバンってぶどうぶつかってくるやつだ。あれミカコシですよ。あれミカコシ。ミカコシ言うとみんなミカコシを止めてあげて。止めてあげて。いや、危ないですよ。我々はいつもコラボしたいんですけど、まあいろんな事情により、我々 A&G オールスターには出ないって決めてるんで。これはね、別に、本当に、嫌だとかそういうんじゃなくて。そういうんじゃないです。嫌だじゃないです。正義のためなんです。そう。そう。ただね、これ気になりますね。嘘で満たされて、なんでみんな嘘っていうのかな？嘘じゃないよ。ねえ。ほら、もう一回ね、まあ、証拠がね、ないのが残念なんですけど。こんにちは。こんにちは。井上まりなです。下田あさみです。はい、我々は井上まりな下田あさみの IT 革命という番組を、やらせていただいております。 IT 革命、はい、その名の通り、清く正しく美しく IT 革命のことを IT のことを勉強する番組です。大丈夫です。めっちゃ面白い番組ですからね。
はい、はい、子供から大人まで、うん、どんな方でも楽しく IT を勉強できる番組です。そうなんです、いい大人がついつい動揺してしまう、それぐらい面白いんで、一度ハマったら抜け出せない、そんな素敵な番組になっております。はい、というわけでぜひぜひ今後とも、井上麻里奈、下田麻美の IT 革命。まあまあ、ぼかしはありましたけど、はい、確かにね。そうですね。やっぱぼかしってみんな大事でしょ、はいはい、好きで、嫌いか。